まあ、回収したいんですけどね、ホーネットは。そしてここロー選手とカボチ選手の1-1、はい、ここの1対1勝っていく、カボチ。これロー選手ナイスサイレントでしたね、カボチ選手は、はい、ここいないと読んだところ、カボチ選手は伏せて、はい、ハイドしてましたね。ライムに対してもグレネードが刺さっているか。刺さってますね、はい、もう一つグレネード当たるか、着ぐらい決まる。これはゴーさん、さらにポイントとなるのは間違いなくラリ選手だと思います、はい、位置全くバレてないので、彼が1枚持っていくとなるとかなり状況を有利に進められる、はい、足音も入ってますよ、マーク。ただファイトの時間をかけすぎるとちょっと成功からの4本怖い。詰めに行く、人数差作ってるんで詰めました、ね、人数差3対1。ここはコロアが1枚抜いた。いやさあ残りはフローラ、巻き巻きをロードキル、残りは1枚。いや判断が本当に早い。大丈夫、はい、いやーインボダメダメージもらってローの状態、これはさすがに厳しい。ヘッド当てた、ヘッドも入ってます。ただしこれは体力ローの状態、 5-0 でホーネットが勝ち切っていきます。囲い込みましたか、666。気づいてないですよこの菅選手の位置に、ホーネットは、はい、しかしちょっとこれカボチが1枚 M 茶を抜いた。これでベスパーティーと察知したか、何かを察知した。ホーネットネムが落とされているが、ここは乗せていきたいか。いやいいエイムだが、いいエイムだぞ。ニノがニノも落とされる。トーマスが落ちましたか。3番隊討伐軍ここで入ってくるか。頑張ってるぞ討伐軍。討伐軍5名生存、アマゾネス2枚ダウンです。内気次第だが、はい、裏のギルトも討伐軍の一部接敵してる、はい、だけどカバー行かない。カバーに行かない、ここはもうお互いに頑張れと。さあ潰しましたね、ギル潰しきりました。しかも4枚生存で1枚ダウン、はい、どういうことだ。さあ討伐軍茶選手が家に帰る。お肉セブンをダウン入れた。ライキ選手は DDD、 ナーツ選手とワンワン中。いやー茶がアマゾネス、シナンボも落としている。さあこれで10キルの5名生存、フルパ生存は討伐軍のみ。ただ後ろから家に帰る、ただ家に帰るも4名生存、討伐軍も4名、いや3名生存になっている。アポステル666です、3違いからライキが666ペを落として、ただグレネード、お見舞いのグレネードが刺さる。そうですね、もう圧倒的に広く取れてるんで、家に帰るは車両もうまく使って、はい、上げてきますね、サクティクと。さあ家に帰る、ここは落ち着いて抜いていく。シラセブン駆け引きもうまいですよ、シラセブン。残りは1名、セナのみ。決め切って1試合目取ったのは家に帰るとなりました。 GG、 誰が一番最初に面白いことができるのか、はい、ということで夏に聞きたい曲、うん、ボケてるのがジャパだけという状況です、はい、ミニゲ、あーミニゲ選手、筋トレ関連を期待しますよ、はい、なんで曲が選ばれんねん、逆にどの曲が俺に聞かれたいねん合格、こいつ本当に、おもろい、反抗期だな、うん、おもろい。そして、まあ、ミニゲー、このギャグ戦、鶴選手ね、はい、まあ、アルファ D のストリーマーなんだからね。そうですね、まあ、それはもうエンタメを届けてくれないと、うん、こちらとしては困りますよ、はい、ミニゲーより面白くなかった本当もアルファ D ドライブロー今ちょっとチェって言葉で、このスタジオが凍りつきました。こいつにさマジレス求めてるやつ俺一人、いや誰もおらんだろ。いやちょっと面白いこと言ってほしいですけどね、鶴選手は首アルファ D、 お前は伸びない、はい、お前は伸びない。鶴選手はね、ボビオ、はい、てっぺんもやっぱりボケ秀逸なんで、うん、でもまあめんどくさがり屋なんですけど、ごめん俺ちょっと分かんないんだけど、これボケかマジなのか、俺も分かんないですこれは。なんか歌い手が歌ってるようなタイトルなんだけど、はいはい、これはなんかボケなのか本気なのかがちょっと分からないですね、さすがに。おっとジニアス、これ勝負ですか。勝負すれば、いい判断だぞこれ、人数少ない読みでこれ詰めてきましたからね。ただこの段階でファイトを起こしてしまうと漁夫もやってくるか。2番隊のゼノも後続から来ております。まあ大丈夫だとは思いますよ、そんなに問題はないと思います。さあ18番隊フォーゲルも、フォーゲルもこれいない読みだ。いやー落とされている、ジーニアス相手が抜いていく、いるんですよ。そして事故にまくってる車、ちょっとバイクなので2枚一気に落とされる。あさあホカルラ秋穂がグレネードでラリ選手を飛ばしていきます。ちょっと危ない、2枚落とされているホーネット。そうですね、崩されております。秋穂選手のグレが怖いし頭出さないし、ネム、はい、選手からの位置では秋穂選手に対して車線を通せない、うん、通せないです。さあカルラジャパとの1対1、ここは勝たないといけません。さあ見えているネム抜いていく、ジャパ落とした。さあ早めに秋穂を落として2名のリバイブは入れたいところ。もう離脱したんでリバイブですね、離脱ですね。いや車割れました、割れている。残り10秒ですよでも、はい、さあ家に帰る4名生存です。残り1分ですからね、はい、早めに終わらせたい。さあどちらのパーティーも見えているか、抜いていく、 CS 一発。これはそして
ギル対討伐軍南側。討伐軍行ったんですね。ただ残りは2名生存です。討伐軍、そうですね、2on1仕掛けていきます。覚醒キル入れてナウキングが落ちる。さあレオポンは残り1名生存ですが、車割り切れるか。車線は切れないぞ、割っていく。フローラが2名生存、討伐軍1名生存。さすがにもうアンチ内には入ってこれないか。ロー選手も発砲を受けている。そうですね、皇帝が落としていく。これで4-1。車のマークも入っているので、はい、選手の位置ももうほぼバレてますね。さあ戦国ここで KO。 さあ4名生存で決めたいところ。4-1-1、キルポイントも与えたくない。ワンワン仕掛けますね。はい、いや、シメジが勝っていく。ただボルがここでダウン。ナイキは落とせるか。体力がローの状態、まだ分かんないです。これ人数的にも落としきって戦国ゲーミング KO ジジイ。久々に見ましたね、戦国ゲーミングの KO。 1位9キル戦国ゲーミング、2位12キル討伐軍。なんか面白いボケてるやつおらんかな、うん、コメントね。ミニゲーだけなんだよな。ミニゲーだけでしたね。ボル選手とかどうなんですか。これ何、普通に曲であんの。日本の曲全然わかんない。高峰のあアインアイン、ちょあれでしょ、あの失恋ソングだよ。アインは別れたんですか。失恋ソングじゃね、あのツイート。はい、ほらやっぱり失恋ソングわからないけど、失恋ソングってことにしとこうぜ。ワンオクです、ワンオクです。失恋ソング、失恋っていうわけでもないんですけど、いや多分今日聞いたら失恋ソング出てくる、はい、ロー君まだまだちょっと、はい、まあプロゲーマーだからな。愛した名前、相手の名前はホトリン、これは緑ですね。はい、まあ50点。50点ですか。まあ伸びしろあります、はい。努力を評価しましょう。はい、ジャパン選手。ジャパンムーブ決めるか、フェイタン。いやさすがに。ジャパンムーブ決めるか。大体普通に止めばね。見てますよ僕。いやージャパンになれないフェイタン。さすがに使わないですね。多分配信してると思うんですよ彼も、ね。してるしてる。はい。してましたかやっぱり。おお届いた。アマゾネス入ってきますが、もうここはファイトしかありません。いやさすがに落とされる。しっかり 2-1 作ってた。はい、挟まれてましたね。木の裏気づいたか。気づきました。キーランキング1位の感染士ですからね、はい、簡単には倒されないぞ。イーグルネード先暮れ強いぞ。さあただ詰めに行く感、前線を上げに行く。うまいですよこの選手、当てている。ダメージ効果は上、抜いていくか。車から落として、下ろして1対1決めていく。これがキルランキング1位の力。いやー来期は車両バカで持っていかれます。いやこれ隠れる場所がないもん。文太が落として、チア選手を落として、残りは1名生存。ネギツノミバカラがここはダメージ当てている。ケンケングレネードも入っている。決め切ったのはバカラジジー。はい、ということでポイントの表が出ています。ということで、お願いします。まずはピリオドのポイント表、はい、全体の順位もね見ていきましょう。面白いことになってんじゃないですか、はい、お願いします。さあシリーズ、はいはい、いやこれ、ワンチャン大逆転シリーズ優勝ありますか。